You're listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルくるくる。そして今夜は MC ミスティとこれないっすお届けいたします。皆さんこんばんは。はい、もう2週連続だから嬉しいです ね皆さんただいま。本当にここのところお忙しかったから、この2週連続スタジオにいらっしゃることなかなかないから ね。そうですね、ズームでしたもんね。はい、そうなんですよ、そうなんですよ。なんかこっちの方が調子上がっていいです。うん、あ、嬉しい嬉しい、ね、やっぱ生が一番ですね。もう最高です。そして今日はもうなんか素敵な男性がスタジオに来てくださっております。イエーイ、こんばんは。ありがとうございます。はい、もうなんか何とお読みしたらいいか分かんないっていう感じ、ね。はい、私の方から紹介させていただきたいと思います。はい、ミスターティラノレックスさんです。はじめまして、日本ティラノサウルス競技連盟のティラノレックスと申します。よろしくお願いいたします。名前からもつかみがやばくないですか皆さん。本当に、ね、あの今日私 の、はい、あのチラシを見てくれた友人がどういうことって言ってメッセージくれててなんか人間じゃないものが写ってるけど、うん、私が写真間違えたんじゃないかと思ったら下にテラのレックス、うん、テラのレックスってなって、うん、もしかしてこれ本当にゲストなんじゃないかっていう風になってたんですけれども、うんうんうん、あのぜひ自己紹介の方をよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。改めまして日本ティラノサウルス競技連盟ですね、はい、の、テラのレックスと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そのティラノサウルス競技連盟、どういう連盟なんですかね。はい、もしかしたら皆さんご存知かもしれないですけど、はい、今巷で話題のティラノサウルスレース、うん、ご存知でしょうか。はい、私知らなかったの。結構インスタとか YouTube とかのショートとか出てきてますよね。うん、はい、そうなんです。いろんな今映像で結構テレビとかでも話題になっているんですけども、そのティラノサウルスレースをはじめとした競技の、方をですね、公認の方を取らせていただいて、しっかりあの管理をする団体でございます。すごいですね、すごい。でも本当にあのびっくりしたよね、さっきね。ちょっと2波というかね、なんかと思って、みんなもって言ってましたね。はい、もう大興奮ですよ。はい、大興奮ちょっとこれは皆さんね必須ですよ。はい、もう見ていただかないと。でもレースってことは走るってことですよね。はい、走ります。え、はい、あの一応皆さんあの今日ね、うん、チラシ見てるっていうか、まあ、ポップ見てもらったと思うんですけど、あの恐竜の姿で走るんですか。はい、走ります。走ります。さっきちょっと実物見ましたけどあれで走るんですか。走ります。あれで全力疾走。あれは発祥の地はどこ。発祥の地自体はアメリカがあの2019年にあのやったのがスタートなんですけれども、はい、うん、日本では鳥取県の大山という地域が一番最初にやりまして、はい、で今全国に広がってやっております。じゃあちょっとまだヒストリー 歴史は短いから、うんうん、すごい早く走ってますね。早く走ってます。はい、恐竜で速く走ってます。ねえ、すごい、と思って、はい、すごい。なんか競技っていうことは、まあ、先ほどちょっとお話を、ね、させていただいたときに、なんか陸上競技全般も含まれるみたいな話をちょっとおっしゃってたと思う。はい、そうなんですよ。競技っていう名乗ってるだけあって、陸上競技であったりとか、はい、他のスポーツですね、例えばバスケットボールであったりだとか、最近バスケットボール結構ハーフタイムショーで出たりとかも、はい、盛り上がりましたね、アメリカね、スヌープ出てきたやつね、はい、やったりとかもしているんですけども、うん、はい、いろんな競技があります。レースだけじゃなくて競技がありますので、はい、人気の競技はちなみに例えばですけれども、はい、ティラノさんが転んだというですね、はい、ダルマさんが転んだをティラノサウルスで、はい、大人数のあの恐竜の先ほど皆さん見ていただいたの着ぐるみを着て、はいはい、ティラノさんが転んだみたいな。あれ動かないんですか。動きますよ、もちろん頑張りますよ皆さん、こうね頑張ります。本当、はい、はい、頑張ります。ちょっと面白いね。やばい、ちょっともうドキドキで、私もあの写真見た時から私も着てみたいと思ったんですけれども、はい、なんか着れる機会とかはあるんですか。もちろん、
全国で今レースをやってますので、うんうん、あのレースの方にもちろん参加していただくのももちろんですけども、ご購入はできますんで、普通に売ってるの、はい、普通に売ってます、売ってます。通販です、ネットですけれども、はい、ネットの方ですぐご購入できますので、だいたい4000円ぐらい。ちなみに検索は、ね、あ、ティラノサウルススーツ。お、スーツ、はい、私それでなんかこれからビジネスの現場行こうかなスーツ着用って言われたらティラノサウルススーツで行こうかな、はい、またはティラノサウルススペース着ぐるみ。あ、着ぐるみなんだ、はい、どちらかで調べていただくと出てきます。うわ、やだ、ワクワクしちゃう、ね、でまた今日あのお連れしてくださっている、はい、ティラノサウルスくんは、はい、なんかブランニューということで、新しい、そうなんです、今日初めて新しく着るやつ、もともとのやつとは違う新しいやつですね、はい、進化版、反射板がついているので、すごい、工事現場の方たちがよく着用されているあの反射板、ね、え、じゃあ光を当てると、そう、光を当てるとあの反射するタイプのやつとして、うわ、珍しいやつです。へー、すごいですね。いやだ、もうなんかもう聞きたいことがありすぎてちょっともうにやけてすいませんもう、そう、さっき子供用もあるのっていうね話でね、そうなんです、幼獣と呼ばれますけれども、幼獣、はい、大人が成獣、うん、子供が幼獣、そして人間がホモサピエンスと呼ばれます、はい、じゃあホモサピエンスって呼ばれるってことは、うん、その競技に行くと、はい、そうです、やばい、皆さんホモサピエンスと呼ばれます。すごい、聞きました、あけみさん、なんか新しい世界すぎて、はい、ね、大興奮ですよ、面白いよいやすごい。ちなみになぜ今回、うん、じゃあティラノさんが来てくださったかというと、うん、今大興奮っていう言葉が出ましたけど、うん、大興奮といえば、うん、毎年11月の最終週末は、はい、高槻の今城塚古墳で古墳フェスハニコット、ハニコットです。もう早いね、早いよ、もう1年経つんだよ。毎年ね、9月から渋谷クロス FM では、うん、あの古墳フェスの特集をさせていただいてるんですけれども、ね、なんと今回、うん、このふんふんファンファンもあのテーマ曲を歌わせていただいてる古墳フェスに、うん、なんとティラノさんたちが走るっていうことで、はい、今回来てくださったんですけど、すごいです、古墳で大興奮していただくためにですね、うん、恐竜が古墳で走ります。やばい、はい、ちょっとちょっとちょっと古墳でだよ、走りたい、私も絶対走ってるよ ね、 走, ね、走りたい、走りたい、もしかしたらさ、本当ですか、次回の時マイスーツ買っちゃったとかって言って来てたりしてねいやもうなんかもう今回からマイスーツで行きたい、ね、マイスーツ、うん、うわー、で来再来週ビジネスミーティングがあるところぐらいから着ていきたいですけどえ、ちなみに、まあ、皆さんマイスーツで参加するってことですよね。そうですね、基本的にはマイスーツ自前で、うん、あのサウナスーツみたいになってるので、はい、ちょっと若干やっぱ汗とかもかくので、はいはい、やはり、まあ、マイスーツの方が良いかな。なるほど、ダイエットにもぴったり、はい、構造はどうなってるんですか。空調服となってまして、はい、空気で膨らむタイプになってます。で、あの周りはポリエステルでできてますので、はい、本当サウナスーツを全身にまとうような感じですね。あ、痩せちゃってどうしよう、どうする、夏場着れないです間違いなく暑いね、暑いですね。で、うん、あの成獣はあのくらいの大きさなわけ。そうです、若干2メーター弱ぐらいですかね。みんな2メーターよ、はい、すごいよね、はい、膨らむとそれくらい。びっくりしたもんね、さっき、ね、もう50歳になって身長が伸びない私にとっては50センチ身長伸ばすチャンスですからね、これね、すごい、ほらちょっと赤くなんじゃないの。え、でちなみに、はい、あのレースっていうから1匹1匹1匹って数えるんですか。1体ですかね。あ、1体、失礼いたしました、はいはい、え、1体じゃないですよね。はい、今回あの古墳フェスハニコットではですね、午前午後の2部制に分かれてまして、はい、午前400体午後400体、合計合わせて800体目指して今集めております。はい、やばいやばい、古墳フェスの会場に800体恐竜が来るってことです。すごい、すごいです。なんかもう弥生縄文とかの話じゃなくて、ジュラ紀大興奮じゃないですか。そうだよ、そうだよ、すごいよ、そうですよ、すごい、すごいですよね。ね、はい、だけどあの走りたい方がいっぱいいらっしゃるんですってね。そうですね、全国でやっぱ走りたいと思ってくださってる方はやっぱりいるんです、まあ、まだまだまだもっともっと募集してますし、もっともっと増えてくれればいいなとは思ってますけれども、うんうん、なかなかやっぱり皆さんレースにまだ参加できないので、1回のレースがだいたい100体ぐらいのレースがだいたい規模としてはあの多いので、そうか、やっぱ100体ってすぐ締め切ってしまうので、はい、うん、今回400体、400体、まあ、かなり大きな800だよ、はい、人数をちょっと募集かけて、そうか、じゃあここぞとばかりに全国各地から、そうです、
集まってくるんだ、はい、やば、ちょっとクロス FM をお聞きのふんふんファンファンの相方さんもぜひ一緒に走りませんか。はい、そうでございますね。なんとその方からメールが届いて、本当、ちょっと読んじゃおうか、はいはい、はい、いきます。はい、あけみさん、ふまさん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりでやんす。やんす。はい、梅子です。いや、梅子ふんふんです。梅子ふんふんです。気がついたら9月も終盤、まだまだ暑い日が続いてますが、お元気でしょうか。元気よ。大雨も上がり、満月が美しい夜ですね。本当にね、昨日も綺麗でした、うん、何やら今日はおなじみ古墳フェスに参入が決まったティラノサウルスレイさんがいらっしゃるとか、イエーイ。もういらっしゃってます。ありがとうございます、はい、春に近所の住宅展示場でもティラノサウルスの団体様を見かけたのです。本当。どういうこと。まさか古墳フェスにもティラノがやってくるなんて。何万年の時が経って古墳でティラノサウルスが走る、この世は何が起こるか分かりませんね。面白すぎ梅子ちゃん。古墳フェスにふんふんファンファンが今年も出るのか分かりませんがですよ、はい、ぜひ生でティラノサウルスに会いに行きたいと思います。ではでは1時間楽しみたいと思いますということで、ありがとうね。梅子ファンファン、ありがとうございます。もうこれ走るの決定なので、明日から体力作りよろしくお願いします。じゃあ何色にする、何の柄にするっていうね。フェちゃんピンク。もういいよ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 。いやみんな楽しみにしてくださってね、はい、ありがとうございます。もうぜひぜひ、まだまだ募集してますので、はいはい、ぜひ800体、本当日本でこれ多分一番今、日本一が350体なので、うん、はい、800体になればもちろん日本一ですので、やはり古墳で日本一取りたいじゃないですか。やばい。古墳で初、はい、そして日本初の大人数で、はいはい、ちなみに世界規模とかで、ね、ティラノレースってどれぐらいのサイズ感なんですか。もともとアメリカで最初スタートしたらしいんですね、うんうんうん、実際にスタートしたんですけども、はい、今じゃあ世界でじゃあ広まってるかというとそこまで実は広まってなくて、じゃあもしかすると世界初の可能性もあるんですか。そうですね、まあ、実際ね、携帯天皇が眠っていたとされる古墳で走るっていう意味では、はい、まあ、間違いなく世界初の場所でやれるので、すごい、はい、鳥肌出ましたよ。太陽寝てられないじゃない。起きてよ、はい、今年も。そうです。毎年私あの大王を起こしに祝詞あげに入るんですけど、明日から古墳フェスなんで騒ぎましょうみたいな感じでね、あの携帯でのとこにね、あの祝詞あげに行くんですけど、うん、今年も起きて遊ぶよ。もしかしてティラノサウルスで祈祷しちゃうかもしれないわ、ね。ぜひぜひ来ちゃいましょう。おーおーと。もう明美さん今年どっかのタイミングでダブルティラノでくるくるやろティラティラやりましょうぜ。みんな後で見てティラノサウルスが出てくるから楽しみにしててくださいね。って絶対びっくりするよね。私本当びっくりした、さっき。あ、本当ですか。ふわ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 ってこんな大きくなってるの。ねえ。いやあれ、うん、子供さんとか本当に大興奮なんじゃないですか。そうなんですよ。あのやっぱり恐竜になれた気分になるんですよ。あ、実際に。そうなんです。そこが一番ポイントで、みんな恐竜になりたいって、うん、やっぱどっかで願望はあるので、子供たちは。なるほど、はい、恐竜になれたっていう、そこが一番やっぱりポイントになるから、そう、子供用はね、可愛いんだって。顔がこうやって出るんだって、こうやって、ね、こう丸く出ますね。可愛い、はい、可愛いです。これはなっちゃうよ ね恐竜に。ちょっと私恐竜好きの子供が思い当たるので、うん、これスーツゲットしたら、あの抜き打ちティラノサウルスなんか晩ご飯とか行こうかな。隣の晩ご飯みたいに行っちゃおうかな。絶対喜ぶ ねいやすごいこと考えつきましたね。いや本当にね、すごいことですよ、うん、こんなに広まるとは僕も思ってなかったんです。でも実際に何がきっかけでこれやろうと思ってた。もともとうちのティラノサウルス競技連盟の代表がいるんですけども、はい、まあ、その代表がまあその、まあ、今回競技連盟というのを立ち上げたんですけども、うんうん、まあ、やっぱりちょっとその競技をやっぱりちゃんとあの競技を楽しむっていうところが一番大事なので、はい、どうしてもやっぱりさっきちょっと見ていただいて、うんうん、手が出ちゃったりだとか足が出ちゃったりだとかすると、うん、やっぱ速く走れる人と速く走れない人の差が出てきてしまうんですね。確かに、はいはい、やっぱりレースなので、うん、やっぱ皆さん本気なんですよ、うん、なんでそこら辺をしっかり正すっていう意味ではちゃんとそういった競技連盟が必要なんじゃないかと。あ、
というところでうちの代表を立ち上げまして、はいはい、で今それをちゃんと僕らは公認レースとしてちゃんとビデオを撮って、うん、あの人手で出たからダメだよとか、うん、そういうのをちゃんとチェックしたり、うん、すごいビデオ判定みたいな、はい、やっております。あでもそうだよね、はい、鼻とかはい、そうなんですよ。可愛すぎるでしょ。そうか、でもやっぱりそれがいいよね、うん、でもさフェアだし、うん、私あの万年運動会、うん、あの6人ずつうちの学校走ってたんですけど万年6番なんですよね、うん、あのドベチャなんですよね。でも着ぐるみの掃除を覚えたら1位も目じゃないってことですか。そうです。私の人生のかけっこ人生が変わるかもしれないよ。すごいチャンスありますよ。本当だ、はい、あの大人も子供も一緒に走るの。あもちろん分けてます。あの、うん、成獣オスの部、うん、成獣メスの部で幼獣とまあ、もちろんティラノサウルスレースさんの主催者によってはもちろん混ぜちゃうこともあるんですけど、うん、基本的にはあのそこで分かる。それはほらやっぱり変わるよ。うんうん、そうよね、うん、やば。ちょっとちなみにあのティラノさんは、はい、今までご自身もちろんレース走ってらっしゃいますよね。レースですね。僕ね実はね走ってないんですよ。何走れない。僕も走れないぐらい。あそっかそすごい競争率なんだ。そうなんですよ。すぐ埋まっちゃうんですよ。やばい。 ちなみに寺野家でレースに参入しているご兄弟っていうのは、うちの代表のソウルスは、はいはい、あの寺野ソウルスって言うんですけど、寺野ソウルスやばい、もう寺野の魂ってことですね。ソウルスはあのもちろん、はい、ちなみに何位ぐらい、ソウルスは何位だったんですかね。あのちょっとそこまで聞いてないんですけども、ちょっと楽しみ、そう楽しむことがね大事なので、確かに確かに確かに、そうですね。ちょっと楽しいじゃない、ねえ、うん、なんかもうすごい恐竜レース、古風もなんか今日はもう楽しいこといっぱいでお届けしてます。ああ、いやいや、こういう時いつもお便り読むの忘れますね。ちょっとお便り読んで忘れちゃうから読まなきゃ、読まなきゃね。行くべ。はい。はい。あ、すごいですね。行きましょう。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。はい、お久しぶりの渋谷クロス FM、 3回も聞き逃してしまい、これナイスな、はい、ナイスだったね。あはい、なサマンサ224です。あもう久しぶり久しぶりはい、がありがたやアーカイブ、はいね、それぞれに夏を満喫した様子を知ることができました。やっぱりいいねアーカイブあると ね、 ほんとね、うん、今年の夏は本当に暑かった。夏は暑いのは当たり前なのですが、暑いを何回 連呼したことか。信州でもまだ日中は30度超え、うん、おそんな日もありますが、ようやく朝晩涼しくなり秋を楽しもうと今日は夫とぶどう狩りに出かけました。いやいいなあ、秋だね、はい、しかし道中怪しい空模様になり、うん、ぶどう園に着いた頃に雷とともに、雨降りで残念ながらぶどうだけ購入して帰ってきました。でもプリプリの甘いぶどうはとても美味しくて、まあ、大満足です。あいい、ね、そこで皆さんに質問です、はい、皆さんの好きな〇〇狩りは何ですか、教えてください。季節の美味しいものを食べて元気に過ごしましょうね。あ、今日の話題のティラノサウルス、機会があったら着ぐるみで走ってみたい。いましたよ、来ましたよ、来ましたよ、お待ちしてますさあマンサトゥットフォーさん行っちゃいましょう。多分ね私のままに20人くらいは下手するとあの普段からレースしちゃおうよっていうぐらい乗っかってくると思う、うん、そう、成獣メスの部お願いいたしますほぼメスの部ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ちなみに〇〇狩りなんですか。どうですか。僕はまあ圧倒的いちご狩りですね。いちご狩り、そうか、いちご大好きだけどね。私ね梨狩り。あ渋、うんうん、梨ね、梨が覚えてるな。私以前にここのゲストに来てくださったエスクラーラさん、うん、覚えてます。 あの美味しい、あのね日本で一番美味しいブドウを作る、うん、高太郎さんのブドウっていうのがあるんですけど、あのいろんな方に食べてもらって、大きい声で言えませんがふん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 とか、うん、ふんふんふんのふんシェフとかに食べていただいたりして、もう安定の1位で農林水産省取ったそうですよ今年。美味しさで、それとその農法っていうところも含め、うん、で私そのブドウができるまでのプロモーションビデオを撮りに1年間行かせていただいて、自分は買ってないんですけど、うん、そのプロフェッショナルがブドウを刈る姿を見て、こんな風に
愛を持ってブドウとかフルーツって運ばれてるんだってすごい感動した記憶があって、うん、ブドウ狩りが最近の憧れで、うん、でもすっごいもう毎回私秋の時期ってこの古墳フェスぐらいまでずっとフェスとかいろいろで忙しくてこの3年間ずっと狙ってるのに1回もブドウ狩れてないっていう、うん、行きたいね。だから憧れのブドウ狩りで、あの丸々狩りといえば私が一番苦手な丸々狩りがありまして、あのよく悪いことするとお前魔女狩りに会うぞと言われてるので、あの魔女のふまちゃんとしてはちょっと魔女狩りだけはやめていただきたいと思います。そうですね、はい、お後がよろしいようで、お便りありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひね、ブドウ狩りね、みんな行ってみて、はい、はい、OK、そしてですね、じゃあこちら行きましょう。あ、いい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。暑い、今週もこの3文字を何回使ったか、やっぱりみんなそうね、あーねー、うん、暑いですもんね。秋ですよね。秋といえばこんな言葉を思い出します。祖母がずっと言ってました。香り松茸、松茸だって香り松茸、味しめじはい、はい、あれね、よく聞きます、はい、口に入れれば、安いしめじで十分っていう意味かと。そういうこと、はい、ちなみに今夜のうちの晩ご飯は舞茸ご飯でした。あー、いいね、舞茸美味しいよね。舞茸美味しい、はい、これはナイスでした、はい、そこで皆さんの秋といえばね、私今日投稿した時に、あけみさんは焼き芋と松茸だとか笑われてます私はい、そしてこれのこれナイスのゲスト、寺のレックスさん、いろいろ自分で調べてみましたがお写真がない、はい、スタジオに入れる方、人間、恐竜さん何なんですか見えるラジオなのに何が映るの、はいはい、5分巻江里さんもご登場もということかな、どうかな、巻江さん、あれ誰が来るの、はい、やっほー、はい、ということで大阪、はい、今週いっぱい暑さは続くそうです。次お便りする10月は過ごしやすかったらいいなということで、こうちゃんです。こうちゃんすごいチェック入ってるね。もうレギュラーリスナーさんで、そうなんです、大阪から安定の長文レターを毎回くださるんですけど、写真ない、すいません、ないんです僕は、ないの、あ、だからじゃあこうやって出るのって珍しいんじゃない。ないですね、はい、あ、もしかして初ですか。逆に被ってない方がおかしいですね。すごいね、はい、魂の部分で今日は来ていただいておりますけれども、すごいですよ。そんな皆さんは秋といえば何、秋といえば何だろう。あ、私ね、おせち料理を毎年17世帯分約55食毎年作るんですけど、それの中に入れる栗きんとんのための栗の渋皮煮っていうのを作ってるんですけど、この時期になるとそろそろ栗が取れたよ、200個ぐらい送るよっていうのが来て、うん、200個の栗を一人で剥くっていう、まあ、母とかみんな手伝ってくれるんですけど、はい、夜のね7時8時ぐらいから始めるんですよ、うん、朝の7時になっても剥いてることあるんですよね。うわー、すごい。そうなので私にとっては、うん、地獄の秋です。なるほど、うん、もう今から仕込みに入るんだね。そうよ、で一回凍らして、一回きちんとシロップで炊いて、うん、凍らすと、凍ると水って膨張するじゃないですか、はいはい、それの効果によってまた煮直すときにふわふわに中がなって、そう、パンパンに膨れるとどんどん栗って硬くなっていくね、はい、どんぐりと一緒なんでね、硬、うんうん、くなっていくのを冷凍する効果によって栗の中に細胞に傷をつけてふわふわの栗の渋皮煮にする。そうだけどさ、200個とかよく冷凍庫いっぱいになっちゃうの。いや、もうすごい家族に嫌がられますよ栗のチーズになるとあなたこれだけ全部ジップロックに入れてどこに凍らすのって言われるからやっぱりうちなんでね、すっごい過疎限界集落だった場所に住んでて、うん、スーパーとかコンビニがないのですごい大きい冷凍庫があるにもかかわらず毎年怒られております。なるほど。でも栗を送ってくださる方ありがとうございます。素敵、素晴らしい。皆さんが毎年ねその栗でね、はい、新しい年を迎えるということで、はい、タロウさんは僕も毎年食べ物ですね、うん、やっぱさつまいもとか栗とかだったんですけど、うん、今年はもう圧倒的スポーツをやらなきゃいけないと、うん、ティラノサウルスレースを頑張ろうと。おー、すごい、はい、夏場はちっともできなかったんで。そうなんですよ、はい、皆さん実はこのレースは期間限定レースなんですよね、はい、もう夏場は今年もそうですけど暑くてもできないので、はい、なので秋から冬にかけて、
走る方が増えてくるので、素晴らしい、今年はもう盛りだくさんですね、ティラノサウルスレース。わー、はい、大盛況、いいですね、はい、なので皆さんで盛り上げていただければ、はい、スポーツの秋で、秋になるとティラノサウルスが生き返るみたいな素晴らしいね、素晴らしいね、すごい、ちょっともう一ついっちゃおうかな、はい、はい、あ、いいですね、ゲストのティラノレックスさんに質問です。はい、はい、素敵、ありがとうございます、すごいよ、ラジオネーム恐竜マニアさんから、はい、ありがとうございます。今までティラノサウルスレースというものに参加したことがないのですが、はい、今回はハニコットさんでやられるティラノサウルスレースに参加予定なのです。お、うわー、素晴らしい、そんな方からのライバルから来たわありがとうございます。そこで質問です、はいはい、皆さんティラノサウルスの着ぐるみは自前ですか、それともレンタルがあるのでしょうか、よろしくお願いします。はい、自前です自前です皆さんほとんど自前ですね、もちろんレンタルもあります、あの少しだけ用意はしてるんです、一応当日あの走りたいなってやっぱ見て思う方もいらっしゃるので、今回ハニコットも、うん、あの一応予定ではですね、午後の部の方には当日参加の方を午前中受け付けてやっていただこうかなというところで、枠は少しご用意しようかなというふうに思っておりますので、なんだっけ、インターネットで買えるって言ってましたね、はい、ネットで買えます、ネットではだいたいこの成獣系ではいくらぐらいですか、今ですね4000円から5000円ぐらい、あら、ね、結構ね、お手頃ですね、お手頃ですね、はい、あんな大きくて1万円あれば夫婦で参加できる、はい、そうなんですよ、本当だ、はい、あらあら、恐竜マリニアさん、やっぱり自前でいきましょう、はい、本当ね、小さくでしたよ、本当にね、はい、小っちゃくなってますね、小さいです、本当にあの小さいリュックサックとかに入るぐらいなので、へー、やった、ぜひ恐竜マニアさんあの現地で MC ミスティにお会いしましたら私が恐竜マニアですいやぜひお声掛けください、ね、はい、言ってほしいわ、ちなみに、はい、膨らむっておっしゃってましたね、さっきの、はい、電力どうしてですか、電力は電池式のいわゆるあの USB に挿して、うん、はい、あの空調の方ですね、は回すか、うん、あとは今便利なモバイルバッテリーがありますので、スマホとかに充電する、うん、あれを挿していただいて、うん、USB の方に直接挿していただいて、はい、扇風機の方を回していただく、なるほど、じゃあもしかしてそれがなくなっちゃったらシューってなっちゃうってことね、おっしゃる通りです、あら、はい、やばい、それはね、だって尻尾も長かったね、長かったねすごいよ、もうさ、多分視聴者の皆さん頭の中でいろんなこと思うこんな小さくてこんな大きくて尻尾が長くて頭こんな長くて2メートルとか、もうなんか今ハテナがすっごいいっぱいなんじゃないですか皆さんね、ぜひあの、ね、まだ質問がある皆さん、まだギリギリお便りの方間に合いますの で、ぜひ懸命にこれナイスって書いていただいて、うん、インフォアット渋谷クロス FM.jp でお便りお待ちしております。あ、ちょっと、はい、横浜市在住の主婦さんから来ましたいつもありがとうございます、はい、皆様こんばんは、こんばんは、今日のラジオの宣伝を見てもいまいちよくわからなかったやられました、まずは放送を見てからお便りをよりしようと思い今書き始めました、はい、さすがです、今日の放送は見た目はなんか真面目な番組見えます笑い見えますか、はい、が話はとても興味深く、はい、特にティラノさんが転んだに興味がありますありがとうございます、ナイス、ぜひやってみたいです、あ、ほらやっぱね、私ほら、はい、周りみんなこれ参加したいし、さすが、とりあえずマイスーツをオーダーしようと思います、来たわほら、はい、その時は所作などご指導のほどよろしくお願いいたしますかしこまりました、はい、やったえ、ちょっとティラノさんが転んだうちらの中でなんか通常の遊びになりそうです、うん、すごいドキドキします、これもう本当に盛り上がるんで、うん、本当盛り上がります、ティラノサウルスレースの中身だけで盛り上がるので、うん、走るだけじゃないんで本当に、今言ったティラノさん転んだ、あとは全員でやるラジオ体操、うん、あ、そして最後の締めはみんなでマイムマイム、やばい、懐かしい、ラジオ体操ってこういうのあるじゃないですか、はい、あれを着てみんなで、あのこうこうやって映像見てるから私はこう分かると思うんですけど本当にあの、はい、やってます、でマイムマイムも手つないでみんなで、やばい、いや、あ、マイムマイム楽しいかもね、楽しそうだね、なんかさ、はい、手がつなげるのかつなげないのかって、ね、ちょっと、ね、それも面白そう、うん、え、ちなみにティラノさんが転んだっていうのもティラノさんなんですか、ティラノさんです、うん、はい、ティラノさんです、言いたい、すごい言いたい、有効に回りたい、あ、ちょっと皆さん、はい、マキホンです。いやー、来ました。お便りありがとう。嬉しい。
きっと喜んでくださってますね。ありがとうございます。今までの展開でめちゃくちゃ楽しみに聞いてます。ありがとうございます。はい、マキュンですよ。初の古墳フェス内でのティラノサウルスレース楽しみ。私も参加したい思いをぐっとこらえてます。こらえちゃうの。忙しいんだねきっと。そうですね。忙しいですね。はい、古墳フェスでどんな競技するのか楽しみです。そんなこんな話聞かせてください。大阪からニヤニヤしながら聞いてます、はい、ということで、いやーマキュンさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。盛り上がってますよ。でも800体でしょ、うん、古墳のレースは世界一じゃないですかこれ。あ、すごい ね、またそれが ね大きな宣伝になってね、はい、ぜひぜひ。古墳限定のレースもあるんで。あららら、ら今ちょっとマキさん言ってくださいましたけど、古墳通常はティラノサウルスレースは普通のレースなので、うん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 、徒競走みたいな形で何十メーター走っていうのが普通なんですけれども、はいはい、今回古墳だけまだ実は発表してないんですけど、はい、古墳限定レースというのをですね今回実は用意してます。はい、やばこっそり今ここだけで言っちゃうと、うん、実はですね、ティラノのですねあの着ぐるみを着て、うん、捕獲レース、え、ハニワ捕獲レースというのをやります。え、ちょっと面白そう。もう、あ、ちょっともうじゃ絶対やる。はい、ハニワ捕獲レース。え、捕獲するんですか。正確に言うと、まあ、ちょっとメーター数ちょっともう一回測ってみますけども、うん、予定ではハニワ捕獲レース50メーター走25メートルハニワみたいな感じです。25メートルのところにハニワがあって、それを捕獲してゴールするというですね、はい、レースを一も今予定しております。はい、え、ちなみにハニワも着ぐるみですか。これ今マキさんがやりたがってるんですよ、はい、来年はハニワ VS 恐竜でレースやろうと。すごい。いやー、ちょっとどうしよう、はい、どうする、どっち来たいとかなっちゃうね。どっちも欲しい。あら、すごいよ。こんな盛り上がっている中でですね、はい、あのこれは、はい、いつものドローンという人といえば、はい、スリバカさん。そうでございます。はい、今宵は満月というところから始まって、はい、ちょっと読ませていただきますね。昨夜は中秋の名月の日ということで、はい、月にまつわる楽曲など少しお願いできれば光栄でございます。はい、そういえば昨年の高槻フェスは一瞬お伺いできましたのですが。あ、そうだ、そうだったんだ。はい、あ、今年も盛り上がることを必死でございますね。レックスも走られるようで。っていうかさ、釣りバカさんこそレース出た方がいいよ。そしたらね、私って書いてある。私は着ぐるみなしで走っても見分けがつかないでしょうね。あ、結構言えてみようかバレないかも。本当、うん、バレないかも。突然横入りするかもしれませんが、どうぞご容赦を。だって、はい、だからすごい、もうすごいでしょ、このなんかあうんの呼吸の文章。やばすごい。皆さんまだまだ暑い日が続くようですよ。私秋の気配を感じながらジャズでも聴きたいですね。はい、それではまたご自愛くださいませ。じゃあジャズでも聴いて。 Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, feel my love. In other words, I loveいかがですか。あ、もうこれで、もうこれで今日これで絶対走ってくれるよ、ね、もう今頃スーツ買ってるかもしれない。もうね、それポチッと終わってるかもしれません。釣りバカさん、いくらあの生身でごまかせるとしても、うん、ぜひレースの趣旨的に競技なのでスーツをお買いください。よろしくお願いします。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 買ってね。はい、いやー、ちょっと楽しいですね。はい、ぜひぜひもう皆さんも参加していただければと思いますので、ね、これマイスーツでね、はい、あけみさんもこれ今年毎年なんか忙しくて今月来れないじゃん。そうなのよ。え、ちなみに東京都でティラノを走る会はあるんですか、レースは。あります。ちなみにどこ近くだと、はい、ですね、今回10月の27日に、はい、江東区大島というところ、ね、大島、え、大島、はい、はい、の、小松川公園というですね、はい、公園があるんです。そちらの方でですね走ります。実はハニコットの前なんですけど、それは1ヶ月前なんですけども、ね、そこで実は今のところ日本一を取る予定で、はい、350台超える予定で、おお、はい、今参加者募集しております。え、そこからの日本の古墳で世界一ってやるってことですか。うん、そういうことです。うわー、鳥肌ー。はい、なので大島の、はい、ティラノサウルスレース出ていただいて、はい、体験していただいてからでももちろんハニコット、やばい、大島から大きみの古墳へ、ね、やばー、ぜひぜひ。すごいよ、これはすごい。もうあけみさん、今日終わったら帰り何色にするって言いながら帰ろう僕たち、私たちぜひぜひ。
ちょっと、あ、そう、材質的にはそんなに変わらないんですかね、はい、変わらないです。急に、急にマジになっちゃった、うん、マジになっちゃった。だってこれから買わなきゃいけない。そうそう、はい、本当。じゃあどんなものでも、まあそのティラノの格好していて色があろうと、はい、なんかこんなね、なんかかっこいい色のもありましたよね、うん、そうスケルトンとか、そうそうそう、いろいろあります。あります、あります。え、でもレース的にはそのティラノサウルスのスーツオンリーですよね、うん、そうです。公認レースに関しては今のところティラノサウルスのスーツだけですね、うんうんうん、ただあの中にはやっぱりその地域によってはプテラノドンが出たりだとか、トリケラトプスみたいなプテラノドン、あの派手がついてるやつですね。こういうやつですね、はい、すごい。でそれ以外にもあのサメの形したサメ着ぐるみがあったりとかいましてサメレースやってるメガロドンみたいなやつですか、はい、もう完全にサメなんですよ。もう本当にザ・サメっていうやつですね、はい、いうのがあったりとか、結構徐々に徐々に今いろんなのがすごい、ね、あのスーツが出てるので、まあ、混ざったレースも今後はやってもいいのかなというのは話してますけれども、うんうんね、やばい、ま、すごい。でもやっぱり世界一狙ってるから ね、 ね、はい、そうだね、やっぱりきちんと、そうです ね、 ね、はい、ぜひ。いやハニコット絶対世界一だね。しかもそこにハニワとか参入してきたらもう何のレースか分からない本当です ね、 ね、確かに分かんなくなっちゃうね。分かんなくなるけど、逆に埴輪と の、 あの相性で、はい、海外の人がすっごく注目しちゃうかもしれない、ね、うん、あ、そうかもしれないね、うん、ね、うんうん、はい、ぜひ相乗効果でね、古墳も発信できて埴輪も発信して、そう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 、すごー、はい、あら、でも鳥肌が出てます。日本恐竜ワンダフォーみたいなぜひ、はあ、ぜひぜひ大興奮ですね。大興奮だよ。ぜひもう今日この番組をご覧の皆様、うん、50分に番組が終わりましたら、はい、あの即ね、うん、ネットでティラノスーツで調べていただきまして、う、はい、もういつレースがあっても参加できるように、うん、ぜひスーツなんか購入の方よろしくお願いします、うん、長野県でもやってますか。長野やってます。先日公認レースティラノサウルスレースやりました。すごいじゃん、はい、で今あのティラノコレクションというですね、はい、ちょっとなんか聞き覚えのある響きですけれども、はいはい、ティラノコレクションというのも今あの募集しておりますので、まあ、めちゃめちゃ共感できるんじゃない、はい、めちゃめちゃ近いところで、はい、そうぜひ出ていただきたい方が今いらっしゃるんですけど、はい、はいはい、それでティラノコレクション、はいはい、あの装飾とかね、あのティラノサルススーツにつけていただいたりとか、まあ、いろんなことができますので、あの応募ができますので、写真を撮影して応募できます。ちょっと衣装さんとかに頼んじゃおうかな衣装さんにあのフマ専用スーツデザインしてもらおうかな、ね、めっちゃかっこよくなっちゃって、ねえ、ねえ、クーさん番組をご覧でいろいろなったら私のスーツよろしくお願いします。クーさんの手が入ったらすごいことになるけど、ね、なんかちょっといろんな方面で可能性があるので、うん、なんでスポーツできなくてね、アーティスティックな方は、確かにあのスポーツの秋じゃなくて芸術の秋の方はぜひティラノコレクションに、うん、そうですね、うん、はい、うん、ぜひぜひ装飾とかして、うん、ティラカツっていうのを皆さんやってるんですよ、はい、ティラカツ、あの古墳もあのマキさんがいつも墳活、はい、多分やってるっていうので、ね、発信されてると思うんですけど、うんうん、同じようにティラノもティラカツというものをやっておりまして、はい、あの着ぐるみを着て、うん、はい、いろんなところに行く、それをあの SNS にアップするというサイトをみんなでやってますので、はい、でティラカツは、まあ、僕らティラカツしてる方たちをティラカツアイドルというふうに言うんですけど、うん、ナンバーがついてるんですよ、ナンバー、うっそ、私もその番号つけた、ティラカツアイドルナンバー、ティラの48みたいなことですか、僕ら の、 その公認の方 の、うん、はい、あのサイトの方で発表してて、うん、ナンバーいくつの方が、誰々さんとか、うそ、あ、自分ではつけられないわけね。いや、あのもちろん全然つけていただいてもいいんですけども、でも公認でつけてほしいよね、はい、僕らの方でも、はい、つけてほしい。テラカツちゃんとしてるなっていう人にだけつけるってことですね。そうですよ、僕らの方のアカウントの方でどん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 あのリツイートさせて、まあリポストさせていただいて発信させていただいてますんで、私あの神社ツアーティラノでやろうかなティラノと巡る神社ツアーいいじゃん。恐竜博物館とか、はい、とかでティラノサウルスのあの格好をしてですね、恐竜のいわゆる化石を見るっていうシュールな映像があったりするんですよ。あの私の住んでる大町市の我が家から車で20分のところに恐竜がダーンってある博物館がありまして、はい、化石博物館があるんですけど、へえ、そこの恐竜とちょっと一緒に撮影とかしたい。してして、そうしたら番号ついちゃうアイドルになっちゃう、ね、ぜひぜひ、もうどんどんどん発信してほしいので、ちょっと私たちもなんかそういうアイドルで 何番みたいな、23番まだ23番空いてます、空いてますか、空いてますか、空いてます、やった、空いてます、はい、4番も空いてたら多分横浜の主婦さんが絶対もう速攻スーツ買うと思うよぜひぜひ、もう買ったでしょ
主婦さん、いやもうちょっと今日50分じゃ足りない番組がそうだちょっと早いとこあれだね、みんな待ってるもんね。あそうそう、今日の毎回この私のそう番組ではライブをさせていて、もう今日はみんなお前の歌なんてどうでもいいからって思われてると思いますが、一応古墳フェスハニコットといえばこの曲っていう曲をやっぱ私がここで歌わなければ、はい、あの始まらないと思うので、そうです、ぜひ今日もね歌わせていただきたいと思いますが、梅子夫婦もぜひ一緒に口ずさんでいただいて ね今日そうそう梅子夫婦がいないので、ね、そういないから、はい、土壌を一生懸命一人でふんふんする感じになっておりますが、はい、その時には一緒に踊りたいと思います、はい、ぜひじゃあ行きましょうか、行きましょうか、はい、はい、じゃあこんな感じで行ってみましょう。あちょっと待って、もう一回戻して戻して、曲一旦と、それでは皆さん、古墳フェスハニコットのテーマ曲をお届けいたします。 FUN が4つでふんふんわんわんです、どうぞ。古墳でお眠りの皆様、こちら墳活ピーポーです。ふんふんファンファン、ふんふんファンファン、ファンファンふん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 ファンファン、レッツゴー。Inside the world heritage of the Takatsuki called a coffin, there must be the people's living in the mystery of it is laid there.1700時を過ぎ生まれたばかりのダイナスに変、人と友人のように支え合い、弥生と縄文がクロスオーバー、愛と祈りでお天とさんさん、埴輪の森で人もファンファン、散歩歩けばぶつかるヘッテージ15ミリアの世界遺産。友達誘って来てみてるね、踊る埴輪と婚活ピーポー、大王顔負け大興奮、あなたとコンビニファミリーボフ、みんなで入ればいい気分、ありすぎるカタログクリビッツ人形をしたのは一瞬、今や大興奮。円墳、宝墳、小円化宝墳、総円墳、総宝中円墳、四隅都市型墳丘墓、円筒家型帽子型ハニマル、下げ見づら上げ見づら、四隅百穴の高層階、横穴式墓室の理想は中古型水槽。ふんふん、こふんふん、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 歩いてみよう、大きな地球の登行くぜ。
ティラノさんにもぜひマイクをちょっと明美さん、はい、ティラノさん登場。話せないかもしれないですね。開けましょうか一回。おすごいすごいすごい。ふうふうふう。しますとその。よいしょ。わあ。わあすごいティラノさん登場。座れます座れます。すごいね。皆さんいよいよ生ご覧いただきました。これ面白かったね。すごくないですかこれ。すごかった。あけみさんと恐竜と一緒にフンフンした感じどうですか。今そこにいるカップルがですね、あのさよならって帰ろうとしてからちょっと待っとけって言ってっていうかもうねここのドアが開いた瞬間に面白すぎた。いや、テラノさんありがとうございます。え、マイムマイムもいいけどぜひ古墳ね、テラノティラノファミリーとフンフンファンファン踊りたいけど ね、うん、そうだね。これはいいんじゃない。ぜひフンフンファンファンの時みんな来てほしいな。ほんとほんと。前もってなんか言っとけばね、午後の部の人たちとか午前の部の人たちはあの場内回ってますんで、はい、歩きて回ってもらっても構わないっていうふうに言われているので、もう古墳フェスの皆様どうか今年もふんふんファンファンを呼んでください。よろしくお願いします。ねえこれ楽しいよ、絶対楽しいよね。あらららららっていうか楽しすぎたんだけど、ちょっとちょっとあのごめんなさい、はい、いっぱい来てる。今後寺の総選挙行われるのですかね。下さんからです。え、なになに、ここなんだっけ。寺の総選挙ですか。寺の総選挙、やばい、すごい、やりたいですね。グレーティラノ来たって喜んでる人もいますし、ありがとうございます。後ろの小窓の奥の方戻ってる、すごい陽気なクロス FM ですね。クロス FM 公認ティラノとかいたら楽しそう。まあいろいろ皆さん、ぜひぜひ。あの七色のねティラノちゃん可愛いだろうね。あら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 、ちょっとこれも社長に言ってみましょう。ねえ、ねえよかった、すごい。ちょっとあっという間に50分終わっちゃう。はい、終わっちゃいますね。終わっちゃいますね。ハリコとの宣伝何もできてなかったんで。あ、ね、そう、最後にちょっとハニコとちゃんと用意してますよ。11月24日最終日曜日は今城塚湖畔で待ってるよ。やった、もう第13回だもんね。そうよ、早いね。今年は本当にすごいんで、すごいですよ、すごい中のコンテンツ。僕らティラノサウルスレース今こうやって僕を宣伝しますけど、ね、はい、僕はあのハニゴットの方の宣伝も今日託されてきてますんで、今年は本当にすごいです。何何何が盛りだくさんなんですよ。盛りだくさん、毎年のステージももちろんですけども、はい、今年はですね、あの他にもいろいろありまして、皆さんの世代の方たちとかでも結構もしかしたら知ってるリトルボブドッグっていうですね、あのシガレット、ココアシガレットとかコーラシガレットのキャラクターってワンちゃん、わかる、がいるんですけど、あとはですね、裁縫箱とかでドラゴンとかが30代、20代の方たちは使ってた、そのこの会社さんが、そこのライセンスを持ってる会社さんで、サンワードさんという会社が入るんですけど、はいはい、そちらさんでですね、今回ブースを出してですね、はい、あのコーラシガレットとかだとは思うんですけど、今のところね、プレゼントをするっていう企画があったりとか、すごい、ほんと、はい、他にもですね、こういうのやってたよ、株式会社前方後衛分っていうですね、ちょっと、何それ、すごいじゃない、これすごいですよね、働きたい、はい、テレビとかで、あの話題の方ですけれども、政治評論家でお話しされている、武田さんって、はいはい、メガネかけた、わかります、武田さんがですね、設立された会社さんでした。墳墓、いわゆる古墳の、はいはい、お墓を実際に販売しているということで、はい、で皆さん、まあ、古墳で眠りませんか。やばい、私古墳で眠りたいって曲をもうすでに何年か前にリリースしてる、はい、私にぜひその方をご紹介よろしくお願いします。牧、はい、さんもずっと言ってますんで、ぜひぜひ。で今回そこがあのはあのスポンサーとして入りますので、トークショーもございます。
今年は本当に盛りだくさんすぎてですね、もう終わらないんじゃないかなって本当ぜひ古墳フェス皆さんねぜひ生で現地で体感しないと、はい、ラジオだけでは届けられません、うん、よろしくお願いします。しかも今年盛りだくさんなので、うん、来月の2週3週も寺野さんからお友達紹介していただいてすごいなんかつながりそうだよっていう感じ で、はい、3週目に、はい、出演ですね、アーティストの出演で、うん、和装侍系音楽集団ミストというですね今度すごいお侍様でございます。ティラノではなくてお侍、ちょうど将軍がね素晴らしい賞を取ったと、ね、今度は甲冑のお侍さんがいらっしゃるということで皆さんもその方に楽しみにしててね、楽しみにしててね。でもまた次回は10月ですね。そうですね、はい、またあけみさんしばらくの、うん、またねまたお会いしましょう。はい、はい、それでは皆さん皆さんありがとうございます。ティラノさんありがとう、バイ。